川端です。よろしくお願いします。今回はですね、この台形ですね。まあ、ここで直角になってて、まあ、こことここは平行っていう設定ですけれども、その時のこの三角形 EGH の面積を求めなさいという問題です。今分かってるのはね、この面積56と14と9という面積は分かっています。えまずはですね、この面積を辺の比に直していくってことがね、とにかく大切になってきます。で特にですね、この 長方形ね。上と下の長方形の面積56と14と出てますが、こっから何がわかるかということですけども、この2つの長方形はですね、ここの横の長さが等しいわけですねで。長方形の面積っていうのは、縦と横をかけたものじゃないですか。で、そうすると横の長さが等しいのでね、この2つの長方形。ってことは、面積は、えー、の比はですね、 縦の比と等しくなるんですね。横の長さが等しいので、えー、縦の比がそのまま面積比になります。逆に言うと、面積比は縦の比になります。ということで、この56と14ですね。これ 14×4 が56です。なので、これ4対1になりますね。ってことで、ここの比が4対1という具合に、 出すすことができますそうすると、今度はですね、えー、こっちの方を主役にしていきます。今、三角形、この EGH の面積を求めたいわけですけども、EGH の面積は、ECD から、この超あ、大、台形 GCDH。これをくり抜いたものって考えます。で、三角形 EGH と三角形、えー この ECD はですね、相似になりますね。三角形 EGH と三角形 ECD は相似になって、これ掃除比はわかりますね。この掃除比というのは、ここ、今出した比、この4対1ですから、4対5ですね。 あことは、面積比はって言われたら、これ、4の2乗対5の乗。4×4 対 5×5 ですね。辺の比を2乗したものは面積比です。なので、4の2乗対5の2乗は、16対25というぐらいになりますね。ということで、えー、ここの EGH の面積をね、えー、16とすると、 この ECD の面積が25になるわけですが、で、ちょうどですね、ここ9、ちょうど9って言いましたけど、これ、ここの面積25で、ここのな面積16だから、25-16で、ちょうど9になってるので、実は、これでもう答え出ちゃってると思うんですね。え結局、16対25。25-16でちょうど9。で、この面積、で、ね、実際の面積、ここ9と出てるから、 ってことは、ここは9だったら、ここ16ってことですよね。はい。ということなので、えー、答えは16という具合に出るわけです。はい。ということでね、まあ、ここの比が分かれば、面積比出たよと。面積比を使って解くことができるよってことですね。えー、こちらの問題ですけどもね、まあ、他にもいろいろ解き方あると思うのでね、もし、あの、別回でね、こういう解き方で解いたよっていう方はね、あの、コメント欄で教えていただければというふうに思います。 こちらにかけましたね、オンラインで数学を数学にということで、えー、中学生、高校生のね、数学、今現在教えてます。えー、もし、えー、興味ある方はですね。やっぱりね、オンラインのいいところはですね、やっぱり家で受けられるっていうことだと思うので、結構ね、部活が忙しいね、えー、生徒さんとかもですね、夜ですね、帰ってくるの遅,遅くなったりとか、そういう生徒さんも、例えば夜9時からとかね、10時からとか、ちょっと遅めの時間で授業を受けることもできますのでね、えー ちょっと普段、ちょっと普通の時間では空いてない生徒もそういった形でやることができますのでね、もし興味ある方いらっしゃったらね、ホームページ見て LINE の方からご連絡いただければというふうに思います。以上で解説終わります。